どうも、トメアンテレスチャンネルの MJ です。今日は両手バックハンドの左手の、右利きの場合の左手の使い方についてちょっと説明させていただきたいと思います。よく言われてるのが左利きでフォアハンドを、打っていくイメージ、左利きを肘を置いてフォアハンドを打っていくイメージ、そこに右手を少し添える形で打っていくっていうのがよく言われてるんですけど、僕も、結構そういうイメージで左手でボールをグーッと押していくようなイメージ。ただフォアハンド、右手のフォアハンドと違ってリストを使って回転をかけるとかそういうイメージはなくて、単純にボールをまっすぐ捉えてそのまま打ちたい方向に押していくようなイメージで僕は打っていってます。そこに右手をこう添えて、打っていくイメージで、ただ右手もゼロじゃなくて、ある程度は、割合で言ったら4対6ぐらいで僕は握ってて、そこまで、右手がこう全く力を入れてないというわけではなくて、できるだけ両手で支えておいて、インパクトしてからは左手でグッとボールを押すイメージを持ってます。ちょっと左手で、ボール打っていってみたいと思います。左手でボールを打っていくときにやっぱ体をこう使っていかないと、足の力だったり、体の回転だったりを使っていかないと左手でボールを飛ばすのって結構難しいんですよ。利き手じゃないと、利き手じゃない方でボールを打つっていうのは力も入らないし、手だけでボールを打ってしまうとなかなかボールって飛ばないんですよ。必然的に体をこう使おうとすると思うんですよね。その体の動きが大事で、この動きを両手にした時も同じように使えると簡単にパワーが出てくると思うんで、左手でボールをこうボール飛ばす、まっすぐ遠くに飛ばす、アウトしてもらってもいいんでボールを飛ばすっていう練習、結構、体を使っていくという練習にもなると思うんで、ぜひ皆さん試してみてください。